amazon go は a m a z o n .com が運営する食料品店。最初の店舗は2016年12月5日に amazon の新本社内にオープンしており、消費者はレジに並ばずに商品を購入することができるなど部分的に自動化されている。2020年6月現在、全米4都市で26店舗を運営する。2016年、ウォールストリートジャーナル氏は、 最初に開店した店舗は、アマゾンが開店を計画している3店舗中の一つで3店舗とも違った形態になると報道した。2016年10月、ビジネスインサイダーは、今後10年間で2000店以上を開店するとした、アマゾンの内部文書を確認したと報じた。アマゾンの広報担当者は2000店開店の報道を否定し、未だに学んでいると主張した。 ビジネスインサイダーは今後2年間でアマゾンは20店舗程度を回転する可能性があると予測した。ザバージは2017年の早期にも最初の店舗が一般公開される予定だと報じ、2016年12月にアマゾンの従業員限定のベータ版が回転した。最初の店舗は約167平方メートルでコンビニエンスストア程度の大きさだった。 他のテストはより大型の店舗で行われる。アマゾンは店舗が2018年1月22日に一般にオープンすると発表した。消費者はストアに入店する前に iOS、または Android 用の Amazon 語アプリをダウンロードし、Amazon アカウントにサインインしておく必要がある。有名ブランドとローカルブランドの仕入れに加えて、ストアは ウィカドリープライムなどのアマゾンのハウスブランドの多くを販売する。低所得者への公的援助のフードスタンプや最近のモデルのスマートフォンを持っていない消費者、またはアマゾン語アプリをダウンロードしていないスマートフォンは受け付けていない。2018年8月27日に私立図書館近くの920フィーフスアベニューに2つ目の店舗をオープンした。 一つ目の店舗よりも少し小ぶりで、アルコールを扱わず、入り口と出口のゲートが別になるなど、若干の違いがある。Amazon のプロモーションビデオによれば、このストアのコンセプトは、コンピュータビジョンやディープラーニングアルゴリズム、センサーフュージョンなどの技術を駆使し、レジに並ばずに自動で支払いが完了するものである。AmazonGo は、スマートフォンの普及やジオフェンス技術に頼ったシステムで、 サプライチェーンや在庫管理だけでなく顧客体験を合理化できる革新的なモデルとみなされた。ありがとうございます。